えー、若尾さん、えー、今回はですねアンケートをご協力ありがとうございますそして、えー、ドリームアカデミアにも、えー、お申し込みいただきありがとうございます、はい、まあ今回はですねあのーまあ、コピーライティングの無料プレゼントなんで、まあ、見ていただいて、えー、勉強していただければなと思いますまあ,あのドリームアカデミアの方でもまだちょっと講義の方を追加してないんですけどまだ、えー 一応コピーライティングの,きょあの勉強であと追加予定の方が、まあ、僕があの10年ぐらいやってきて10年以上やってきてその、まあ、売り上げ10億ぐらい作ってきたんですけど、まあ、僕顔出しせずに文章、まあ、ブ,ブワーって書いてたんですけどその10億ライティングっていう10億ライティングっていう講義をドリームアカデミアに入れる予定ですので楽しみにしておいてください。 まあ今回のやつはまあちょっと別のサービスになるんですけども「コピーライティング道場」ってやつですね。うん、でそこで2期でやってた講義になりますので実際にお配りしてたやつですからあの、まあ、見ていただければなと思います。でまあ結構その成し遂げたい目標がかなり明確でいろいろあってすごいなと思います。うんまあ、僕が20代の時はこんななかったですからね。 まあ本当にですね、今はまだ何となくかもしれないですけど、まあ、本気で、まあ、ご縁いただいたので、まあ、本気でやっていただければ絶対にこの成し遂げたい夢っていうのは絶対叶います、うん、今この時点で今これだけの、まあ、目標はちゃんと明確的にあって絶対やるんだっていうのがあれば大丈夫です、うん、であとまあライティングに関しては本当にですね、まあ、文章のスキル身につければあのパソコン1台でいけますから 顔出ししする必要もないし、まあ、僕10年ぐらい顔出しせずやってますしたから。うんうん、でまあその話すのが悩みが話すとこが、まあ、ちょっと苦手ということなんですけど、うん、だったらまあそのなんだろうな苦手な部分を。 克服するっていうのもまあ一つの手なんですけど苦手は苦手っていうところでじゃあ苦手,だ苦手だから置いといてじゃあ話さなくてもいける部分っていうのを学ぶっていうのも一つの手だと思います。それがまがコピーかなと僕も今こうブワーって話したりとか動画撮ってるんですけどもともと僕あの全然話せなかった人ですから10年間文章を書いててその文章を書いてたことを今 話したりとかしてるだけなんで、まあそのベースとしては文章をずっと書き続けてきたっていうところがベースであって、まあそれを言葉にしてるだけなんですよね。僕が喋れるようになった理由っていうのは、まあ文章を書いてきたからっていうだけの話です。僕もあのなんだ、喋、えー、るのは得意ではありませんでした。まあ今もう全然大丈夫ですかね。セミナーももう百回以上もやってますし、喋るのは全然苦じゃないんですけど。 ただまあ,あの苦手であるならばまあ文章が一番いいんじゃないかなと顔出しする必要もないですし、うん、まあ今回の、えー、実際に僕がどういったその講義を提供第2期で講義を提供してたのかっていうのを見ていただいてまああとはまあネットビジネスを学ぶんであるならばドリームアカデミー入っていただければもうそれでも一本で十分ですから、まあ、頑張っていきましょうまあドリームアカデミアは僕25年のサポートしますんで、うん、まあ本気で 勉強したい本気で夢を叶えたいっていうことであるならば本気でやっていただければ絶対叶います、はい、夢は逃げない逃げるのはいつも自分だというコンセプトでやってますから僕も逃げないですもうやるって決めてるんで、うん、だから日本一にしたいですよね僕はだから日本一にするためには何が必要かっていうとその日本一売ることではなくて日本一塾生さんが人生を変えたっていう塾 まあ夢を叶えた塾っていうことにすればおのずと日本一になると思うんでなんか売るというよりかはその塾生さんが本当にドリームアカデミアに入って自分の夢を叶えた人生が大きく変わったっていう人が何にも何にも僕出したいなと思ってますから僕自身もそのインターネットビジネスに出会わなかったらなんだろうなうん今の人生ないですから今本当にパソコンあればどこでも仕事できますしどこでも売り上げ作れるんですよ本当に。 だまあこういうふうになれたのも僕がインターネットに出会えたおかげだし、まあ、ずっとやってきたからかなとは思うんで、まあ、そのノウハウだったりとか考え方だったりとかありとあらゆることを「ドリームアカデミアで教えてますから、まあ、そこでしっかり学んでいただければなと思います。ということで今回はアンケートご協力ありがとうございました。